助を演じさせていただきます、内山です。本日は会場前にありがとうございます。5年ぶりの舞台になりました。役者にとって舞台というのは役者のあり方を学ぶとても大切な、とても重要な場所になっています。日々舞台に上がる喜び、楽しみ、ありがたさを感じながら日々精進して最後まで気を緩めず選手力を見たいと思います。ぜひよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。牧野忠之を演じます竹山ひろです。よろしくお願いします。以上です。オイランの恋な、そして長岡の友情、ユニコツボ2役をやらせていただきます、ソニーです。とても、素敵な最後のサムライと言われている公演次の日に掘り込んでいるオイラン2役ということで、毎回サムライたちが戦っている中でゆったりとしたちょっとこう派手やかな衣装を着て、ポツポツと、アクセントになっていればいいなと思いつつ、毎回舞台を第1回楽しみで、やっております。今日は本当に素晴らしい脚本家の方と、本当に素晴らしい演出家の方と、本当に素晴らしいスタッフの方、そして全てスタッフの方々、本当に素晴らしい皆さんでこうできたこのカンパニーに入れることが本当に幸せだと思います。その中で役作りに関しては、実際に新潟の長岡河合次之助の記念館に行きまして、その館長といろいろ話しながら、もちろんエンターテインメントなのでそこを足したり引いたりどうするか、別にしてまずこの人物がどういう人物だったか、地元の人間にどういうふうに見られていたのかというのを、実際に長岡まで足を運んでその空気を吸いながら一人で考えました。あとはもう稽古場で何度も何度も繰り返しながら芝居を通して皆さんと呼吸を合わせているうちに、本当に信頼できる方々と一緒にできて本当に良かったと思える気持ちを、全てはお客様がこのカンパニーの本であり、全てはお客様のためにありますので、そのために何ができるか、日々本当に細かいことも変えながら、いい意味で皆さんを裏切られる作品にどうにやってますので、ぜひ楽しんでいただければなと思います。はい、ありがとうございました。そうですね、市原君とはほぼデビュー当時、市原君のデビュー当時から僕は知ってるんですけど、すごいまっすぐだっていうイメージがあるんですけど、今回やっている河合次之助っていうのは変人に例えられてる。で、まっすぐっていう言葉よりもそれを飛び越して、殿から見ても河合次之助がすごい憑依してて、あ、なるほど、市原隼人は変人なんだなと。いい意味で、いい意味で変人なんだなって、それぐらいまっすぐなんだなっていう驚きを感じます。はい、そうですね、最初ブロードウェイから演出家が来て、この最後の侍という本当に日本のトラディショナルなテーマを題材にして、どう描かれるんだろうっていうふうに、すごく本当にいわゆるアメリカの方が想像する侍みたいな形を、もしかして具現化されるんじゃないかなとかいうふうな心配もありつつだったんですけど、いい意味で裏切られてというのが、イヴァン自身がすごく日本の歴史に関してとても調べられて、で実際長岡にも行って河合次之助のその記念館に行ったりだとか、全てもう今回の演出で来日する前に去年来て、事前にもうすごく調べて全部勉強してきてくださったというのがとても、なんか日本の、
私は最初感銘を受けました。そしてそこにさらにあのアメリカ の、 そのドライな部分をうまい具合に入れてくださったなっていうふうに稽古で感じたんですけど、というのは日本語を喋っていること自体は分からないですよね。でもその日本語の言葉ではなくて感情の流れだったりどういうことを伝えようとしているのかっていうその、言葉だけではない流れをすごく汲み取って私たちにあの演出をしてくださるっていう方法がなんかすごくうまい具合にあったなというふうに感じました。そうですね、すみません、長いですね。あの一番私はこの作品に合ってるなとあのエヴァが来てくださってでも良かったなと気づいたことはやっぱりあのそれこそアメリカそしてニューヨークという地で己の個性を生かす己の個性を信じて進むっていうあの思考が河合次之助とそのままそっくりで、河合次之助はあの時代やっぱりあのそういう己を信じて自分の道を進むっていうことはあの時代は多分すごく、まあ、変人と言われているような思われるような存在だったかもしれませんが、そのそれとそのアメリカの個性を生かすっていうのがすごくうまい具合にあって、私たちにもなんか質問しても自分のキャラクターを出してくださいというふうに私は言っていて、それがすごくいい具合に合いの作品ができたんだなと思っています。この一段とてもいい空気が流れています。すべてはお客様のために、ぜひ劇場でお待ちしております。ご足労いただきたいです。よろしくお願いします。はい、それではこちらの線ください。はい、行きます。はい、あ、すみません、ゆっくりしたのも、はい、はい、はい、ありがとうございます。こちらください。上こちらお願いします。はい、はい、ありがとうございます。すみません、その隣もお願いします。はい、ありがとうございます。